った。トキ、トキの命もらった。ダオ、やめておけ。そんなものでは俺を倒せぬぞ。マミヤ、やめろ。北斗神拳には西真空派がある。撃った矢が自分に返ってくるぞ。レイ、でも今戦えるのは私だけ。その女にも主張性が見えていたようだな。よかろう、撃ってみるがいい。ラオ、その女だけは、その女だけは殺さないでくれ。レイ、お前この女を。そうだ、その女マミヤは俺に愛というものを教えてくれた、たった一人の女だ。で、ありがとう。で、その気持ちだけでこんな時代でも生きていてよかったと思うことができる。マミヤ、うわっ、時の飛行箱を破ったのか。破ったのは俺の肉体ではない、心が飛行箱を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく視聴性だ。この地を北斗神拳二千年の終焉の地としてくれろ。血の海に沈め、ケンシロウ。貴様は己の命さえ逃げることはない。もういい、ここまでだ。これ以上戦えぬことは自分が一番よくわかっているはずだ。ラオウ、今は去れ。お前も相打ちは望まぬはずだ。ケンシロウよ、今日が終わりではない。今日が貴様と俺の戦いの始まりなのだ。ラオウ、天を掴む男。俺は俺の帝国を築くまで決して死なん。俺は剣王。剣王は決して膝など地につかぬ。国王。部下はサビ。残されたものはあの馬だけ。奴もまた孤独。野望のために戦う男がいる。その野望を打ち砕かんと戦い挑む男がいる。そして傷ついた男たちは
それぞれの思いを胸に戦いの場を去ってゆく。だがしかし、運命を切り開かんとする彼らに休息の時はない。これがラオウの言う恐怖らしいな。すまん、お前まで争いに巻き込んでしまった。いいんだ、後悔はしていない。いや、むしろ感謝している。レイ、俺は一度は人間としての自分を捨てた男だ。お前たちに会って飢えて乾いた俺の心は再び安らぎを取り戻せた。俺は人間に戻ることができたんだ。だがお前の命は。気にするな。だが間宮にだけは俺の体が破壊されてゆく様を見せたくない。ケン、レイ、どうしたバット。今マミヤさんがレイの薬を探しに行くとメディスンシティへ。何？あの町はラオウのための霊薬を作るためだけに作られた狂気の地。今は剣王という恐怖のタガが外れて再びボートの手に落ちたはず。マミヤ、お前はなぜ戦いを捨てられぬのだ。そのわけは私がお話ししましょう。長老、それは間宮さんが20歳の誕生日を迎えた日だった。ある男がこの村に現れたのじゃ。ある男。男の名はユダ。ユダ、ユダだと。ユダはどこからか間宮さんの噂を聞きつけ、間宮さんを我が物にせんとこの村に。まさか奴が間宮に戦いを宿命づけた男だというのか。両親を目の前で殺され、間宮さんは連れ去られてしまったのじゃ。ジャンガは傷だらけになりながら自力でユダの元から逃げ出してきた間宮さんは、その日から女であることを捨てなすったのじゃ。マミヤ、レイ、大丈夫だ。俺には死ぬ前にやるべきことができた。ユダは俺が倒す。やはりユダを倒す気か。俺は奴を知っている。同じナントの男として。何？お前の友シンと俺の他にあと4人ナント政権を極めた男たちがいる。人はそれをナント6政権と呼んだ。ユダ、奴もその一人。ユダが。俺は死んでゆく身、マミヤの愛など求めぬ。ただ俺はマミヤのために死に、あの女の心の中で生きていたいのだ。レイ、ならば行こう、ユダの元へ。ユダ、俺の最後を飾るにふさわしい男。
ユダも小心者だぜ。たった二人の男が来るというだけで、部屋の警護とはな。ここがユダの部屋か。だってめは。ユダに会わせてもらうぞ。けっ、この野郎、どっから入ってきやがった。どうした侵入者か。どうやらここらしいな。ふん、間に合った。一日あればケリはつく。は？お待ちしておりました。私はユダ様の副官、ダガール。これは…つくづくおめでたい方たちだ。まんまと罠にはまりましたな。ご覧の通り、ここにユダ様はおられません。あの方は無益な戦いは好みませんでな。知っておりますぞ。あなたの命はあと一日とか。しまった。ユダはなんと六星のうち妖精を持つ男。妖精のまたの名は裏切りの星。裏切りの星。あと一日。もはやこれまでか。最後の心の支えもなくなってしまいましたな。普通にのたうち回って死んでゆくがいい。悔やみながらな。おい、この私とやろうというのですか。知っておりますぞ。あなたの左腕は剣王との戦いで破壊されていることも。貴様ごとき、この左腕で十分だ。これはおかしい。私はそういう冗談を許せないたちでね。一度思い知らせてあげましょう。